山口翔平の料理作りましょう。へー、今日作るのは煮込みハンバーグです。はい、じゃあまずはにんじゃない、玉ねぎを切ります。コーナーにされるほどちょっとうまくないんですけど、一生懸命作りたいと思います。やっぱ食材との会話から料理って生まれると思うんですよ。やっぱ料理作る時が料理だけ料理っていうことじゃなくて、やっぱり食材選び、いやメニューを、何を今日作ろうかなっていうところから料理って始まると思うんですよね。で、今日はどんな会話を玉ねぎをしたんですか？今日、俺煮込みハンバーグ作るけど、俺の食材になりたいやついるかって言って一番最初に手挙げた玉ねぎとかを選びました。こんな会話でいいんすかね。猫の手意識で切っていきます。次はしめじです。根元の方を切って、どうしよう、適当にバラバラにしていきます。ちょっともう一回みじん切りの仕方をちょっと携帯で確認します。はい、わかりました。多分怖いな、ちょっとみじん切り薄く切っていきます。やっぱ料理って速さじゃないと思うんですよね。正確性、まずは怪我しない、それが大事だと思うんですよね。包丁に負けてちゃやっぱりダメだと思うんですよ。神経ってこうすか。やばい、玉ねぎの目が、ハンバーグの醍醐味、練っていきます、こねていきます。1、もうめんどくせえ、こんくらいかな。そんで卵と入れたり、卵、あ、この人参も入れます。はい、玉ねぎも入れます。緊張してる？緊張してますよ。やっぱ料理してるって聞くのはやっぱ樋口とか、まあ、デキさんも最近ずっとご飯作ってるって聞くし、俊介さんはなんか手残った料理作った時になんか本当なんか見せびらかすようにその時だけ写真だけ送ってくるんですよね、俊介さんは。でも前なんか俊介さんは本当なんかパエリア、あのパエリアって言いますけど、あのカニの黄色いご飯のやつとかなんか家で作ってて、それを、はい、写真だけ送ってきました。パエリアを作ったよっていう写真だけ。食べたことはないの？そうなんですよね、一回で。自分はパスタ作る、パスタよく作るんですけど、まあ、家で作るときは結構いろんな種類作ってるんですけど、まあ、基本的にカルボナーラが好きなんで、カルボナーラももちろん何回か挑戦するんですけど、あれやっぱちょっと難しいんですよね。で、あんまりなんか自分で作ったときはなんか納得いくカルボナーラできなくてっていう話を俊介さんにしたら、その何日後かのオフの日、昼間に俊介さん作っててカルボナーラをもうめちゃめちゃ、もうで食べではしなかったんですけど、もうお店のもうなんか高級イタリアンで出てくるようななんかもうでっかい平べったい皿のもうこういうのも入れていきます。真ん中のこう平べったい皿にも真ん中だけの
使ってこう巻きながらこう立てて盛り付けてある、またカルボナーラを写真だけ送ってきて、あれは食べてみたいですね。俊介さんのカルボナーラ一番食べてみたいです。はい、このくらいになるまで混ぜていきます。自分の感覚的にパン粉がどういう役目を果たすかは知らないんですけど、気持ちパン粉を増やします。ちょっともうちょっとパン粉を入れましょう。まあこれか。あと下味ですね。これ大事なんですよ。下味、塩コショウ、これ入れるの忘れてました。これ入れるか入れないかで、やっぱり下味があるかどうかで、やっぱりでちょっと気持ち、思ってる気持ち3振りします。やっぱ男は味濃い方がうまいっすからね。濃ければ濃いだけうまいということで、空気を抜きながら小判型に丸めます。空気を抜きながらがちょっとわかんないですけど、まあよくなんかテレビ料理番組とかで見る感じでは、結構こういう音を立ててやってるので、なんかそれっぽくやっていきます。はい、それでは、丸めたこいつを、焼いていきます。なんか真ん中へこますみたいな、なんかなかったありましたよね。なんか聞いたことあるので、真ん中をへこましていきます。でも焼き物っていうのは焼き加減が命だと思うんですよね。これを失敗しちゃうと、やっぱ焦がしちゃうとちょっと焦げの味がきつくなっちゃうし、生でもやっぱりお肉はダメですから、そこを見極めながらお肉と会話していきます。はいはい、どうですかこれ、いいんじゃないでしょうか。はい、これはうまい。まあバターはあるだけ嬉しいんで、こんくらい入れましょうか。バター最近使ってまでね、完全にバターに嫌われてましたね。はい、入れまして、いや、切った野菜たちを入れます。キノコも入れます。うちにはですね、計量カップなどはないので、プロテインシェーカーをまず使いますと。 150g CC か、 150cc 入れます。強火、中火で、はい、砂糖小さじ1、はい、小さじ1、砂糖、コンソメ小さじ1/2、コンソメ、まあ、ちょっと計量スプーンがないので、ちょっとお願いしましょうか。はい、自分の感覚を信じます。大さじ1/4のケチャップを入れます。大さじ3、はい、混ぜていきます。弱火で5分蓋をして待ちます。まあいろいろ調味料とか目分量で入れていったんで、まあ1回5分後、味見をしてから何が足りないかを見定めていきます。はい、5分が経ちましたので、蓋を開けて味見をしてみたいと思います。味見をしてみたいと思います。すいません、猫舌なんで、ちょっとがちょっと足らないと感じましたので、日本酒をちょっとプラスしてみます。入れるもんなんかな。
まあ、ちょこっとね。ちょっと入れすぎてますが大丈夫ですか。あ、こければうまいということで、もうちょっと入れていきます。濃いのが好きなんだよね。まあ、うん、薄いより濃いっていうのが、まあ、やらないよりやる、そういうモットーで信念で生きてきましたので。あ、なんかこれですね、もう3分ぐらい煮ていきましょうか。多分そしたらパーフェクトな味になってると思います。これに盛り付けていきます。はい、どうでしょうか。山口翔平煮込みハンバーグ完成です。食べてみたいと思います。いただきます。まずこれですよね、ハンバーグの醍醐味っつったら、かち割るとき肉汁が、はいはい、火通ってます、大丈夫です。これが一番の心配事でした。食べてみます。正直言って、一回試食した時よりも日本酒入れたことでさらにうまみ増してますわ。やっぱ俺の舌は合ってましたわ。めちゃうまです。さあ、見てこれ見てる皆さんもハンバーグの口になってきたんちゃいます？今日の夜ご飯、煮込みハンバーグで決まりでしょう。作ってみてください。以上、山口翔平の作ってみましょうでした。ありがとうございます。